メディカルプラス講師の木下裕和です。どうもお久しぶりです。久しぶりです。お久しぶりです。あの2人ともね、ただクラッとダメテイクすぎますか。講師の木下裕和です。もっとぐらいじゃないか。もっと講師の木下裕和です。講師の木下裕和です。講師の木下裕和です。ベタで面白くないか。全然思うんです。さあ今回ですけども、まずは漢字の読み方からちょっとテストしてみたいと思います。もっとね、漢字王でしたから、昔の動画ですね。あ、漢字王ね。覚えてる、1年前のさ大喜利あったやんか。ああ、懐かしくね。あの時俺漢字王で異名で何したらね、漢字バトルとかありましたね。俺もう行くでこれ。はいはい、さあ行きますよ。さあこの漢字、ジャガーさん何て読むでしょうか。火星。夏だから。ね、夏って書いてある火星ね。さあ大使何て読むでしょうか。あれ俺これ言っちゃっていいの。あ、言っちゃっていいよ。いきますよ。はい、なるじゃない。射精。いや違う、おい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 、いきなり絞れたかお前。違うでしょ、分かるでしょ大使。でもね、めっちゃ似てるでしょ。え、もうあ、ちょっと似てます、似てます。はい、いくよ。はい、射精。何、射精。おお、え、射精。ね、つまんないから早く。正解です、正解です。射精っていうんですね、これね。さあこれ何のことかというと、これ声がかすれることを医学的に射精、こういうのです。私のこと。ということはジャガさんは火星です。射精です。射精です。ジャガさんの声は射精ということなんですね。さあこれはですね、もともと声が出るのはどこでしょうか。はい、大志くん。ヒダ。いやいや、ヒダなんですけど、ジャガさん知ってますね。声帯ですね。声帯が声を出すところなんですが、ここが障害を受けると声がかすれてくるわけなんですよ、うん、もしくはね、この声帯を動かす神経、うん、これがやられても、この声帯が動かなくなって声がかすれて聞こえるわけなんですね。じゃあさ、はいはい、アリアットが食らったら、じゃあ射精がおか、お射精になったりとかする。お、そういう選手いますね。やっぱ潰れてるし、あれ天竜さんとかするじゃん。あと天竜さんとか、元気ミサイルとかね、そうじゃないですか。何潰れちゃったから。ジャガーさんもそうですか。でプロレス40何年か、昔めっちゃ声高かったよな。声めっちゃ高かったから可愛い声したよね。同じぐらいね。さあこれ言ってみましょう。じゃあ声帯ってのはどこにあるかっていうことですけど、まずこちらご覧ください、うん、これは顔を横から見たとこですね。いや鼻高くて私に似てない。いやいや、ちょっとそういう意味ではないですからね。ちょっといいですか。鼻があって口があるわけですよ。鼻の奥なんていうんですか大志くん。鼻腔。正解。いや、鼻腔って書いてありますね。さあ口の奥は口腔っていうので、口の中、うん、ね、鼻腔と口腔があって、はい、ごくん飲んだ。そうするとですね、気管の入り口です、うん、気管と食道で実はね、こうなってるんですよ。気管と食道、はい、気管の方が前、食道が後ろ、プニッとしてるな、気管のこう。そうなんですよ、ここちょっと膨らんでる感じがあって、食道が細い、気管よりね。こういう特徴があります。だから私、気管に入りやすくなってるのかも、私って。ああ、食道に行かないで。いや、行くね。ああ、ね、まあ、声帯が麻痺してるんじゃないですかね、やっぱりね。さあ、これはですね、気管の入り口にこれ声帯ってあるんですね。この2つの2本のヒダなんですよ。わかります？俺が言ってヒダでしょ。あ、そうそうそう。あれ、なんか、なんかの話見てませんね。え？海鮮で、例えば、泡、踊り？まあいいからいいから、声帯は2本あるわけですよ。で、声を出すときはパタッと閉じるわけ。いいですか？実はね、年を取ってきても、声帯っていうのは萎縮、こう縮むんですよ。縮むとね、これなんと、この2本と2本のひらがパッともう閉じるでしょ。閉じるときに隙間が空くわけ。隙間が空くことで、これ声が、音が漏れるね、声、射精になるってことなんですよ。年取ってきただけでも声がかすれてきてもおかしくはない。まあね、僕は全然まだかすれてませんから。80になってもああいう声だから。逆に一番いいんだよ、その80ちょっと。いや、うるさいよ。加藤一二三さんどうなんだろう。じゃああの、すいません、進みませんから。お二人大丈夫ですか。いきますよ。さあこれはですね、いろんな原因でなるんですよ、実はね。いろんな原因でなります。今日はね、まあまあそうです、それもありますね。卵とか。あ、ちょっと待って、先に言わないでください。先やりにくいからね。やりにくいから言わないでくださいよ。いいですか。まずね、これ緊急性があると。この病気でもし射精になってたら、これ急がなきゃいけない、こういう病気があります。やばいってこと。やばいってこと。やばいってことね。まずは急性喉頭炎ね。喉が急性に炎症を起こしてしまう、まあ、熱が出てるとかですね、そういうことがあると、これを疑わなきゃいけない。それからね、これもありますよ、発疹が出て唇が腫れてくる。そしてこれなんていうの、大事。ダメ
はい、短命短命ちょっと惜しい。ジャガーさんは多分知らないね。あのそんな日本語みたいなの初めて。学これは全名と言いますね。俺言ったよ、俺全名で言うんだよ。ヒューね、これ息をする。ヒューって音がする。ヒューって音がする。ヒューって。そうですね、あの風が強い日に窓をちょっとだけ開けてピッていくでしょ。ああいうような音ですよ。これがするときは危ない。アナフィラキシーショックかもしれません。これも急がないと死んじゃうかもしれませんよ。喉が腫れちゃってね。大変。ちょっと聞いてますか、大使。聞いてるこれ。さあ、そしてですね、これもあるね。高齢者で、昔何かご縁したエピソードがある人、餅、この人はね、気道に異物が入ってるかもしれません。わかります、これ気管の方にピーナッツとかね、なんかこう異物が入っちゃってる可能性もあるこれは急がなきゃダメですよ。これも急いで治療しないと命に関わる場合もある。そしてもっと怖いのが、単なる左性と言っても2つあって、高血圧とかコレステロールの異常がある人はもしかしたらこれ大動脈瘤。私血圧が高くない時から、うん、なんすかこんな声、うん、あ、だからいや違うんですよ、大使あくびするじゃないよ真面目に聞けほら、こういう可能性もあるよね。可能性、大動脈瘤でも左性をきたすことがある。急にってこと、急に。そうそうです、これがねまた怖い。悪性疾患、がんですね、慢性の咳や痰、喫煙歴、体重減少ときたらこれ疑わなきゃいけません。なんか最近声が枯れてきたね、まあ、肺がんですとか、それから食道がん、喉頭がん、こういうものはもう命に関わりますから、まずここを除外しなきゃいけないんですね。こういう病気じゃないということを考えなきゃいけない。そしてまたね、これも意外ですよ、甲状腺が関係する場合もあるんです。甲状腺の機能が落ちているときはこの左性になりやすい。でも他に症状ありますよ、むくんできている、だるい、体重が増えてきていて、声が枯れてきたときたら、あ、来た来た来た、甲状腺のチェックしなきゃなと。これすごいですよ、いろんな種類。そしてこれが多いかな、歌手、ほぼさん、僧侶などなど。ほぼさんで、え、ほぼさんで幼稚園の先生です。ほぼさん何止まってんの、え、ほぼさんで、ほぼさんじゃないよ、ほぼさんだよ、ほぼさんで、ほぼさんと。はい、これ声を使う職業の方はですね、こう声帯をこう酷使してるわけですよ。あ、じゃあ応援団とかどうですか。いや、応援団もね、長い間やったらそうなりますよ。野球の応援団とか、そうそう、長い間になるかもしれません。声帯にポリープができる、声帯に血圧ができる、つまりですね、この声帯にちょっと初めてこれ書き加えますけども、ポリープとか結節ができるとこれどうなるかというと、うん、はい、このひだが重くなるわけですよ。このひだが重いってことは動きは、ジャガーさん悪い、正解です。だからこれ左性になるんですよね。これ多いですね、あの歌手の方なんて結構多いですよね、声がかすれてる感じの方。あの僕がよく知ってます、あのモノマネのね、お店をされてるコロッケさん、違いますけどね、そういう方もこの声かすれてますよね、うん。それからね、これもあります、逆流性食道炎、これでも、胃酸がぐーっと戻ってきて、この声帯まで及ぶ、ね、声帯に炎症を起こしちゃう、それで左性になることもあります。あとはね、こういうのもあるんですよ、外傷とか手術液、この声帯を動かす反回神経という神経があるんですけど、例えば食道がんの手術したとかね、そういう時に傷つけてしまう、これを傷つけると声帯が動く神経ですから動かなくなっちゃって左性になるという場合もあります。それから大使、これ多いね、カラオケ、スポーツ観戦などで大声を出す、ね、大使巨人軍のね試合に行くとこれになりますね、うん、おかしい、おい、なんで黙ってんの、なんで黙ってんの。それカラオケは行かないけど家で大きい声で歌う、うん、ああだけどな、結構声かすれないね。だって俺喉強いもんね、めちゃくちゃ強いね、お前。喉から俺声低いけど、はいはい、なんないなんないね、確かにね、なんか大声でずっと出し続けたらなんないね。じゃあ、15です。あ、すいません、それあの、お相撲さんですからね。お願いしますよ。まだ8それ古い高見山じゃないか、それ。次行っていいですか、これね、アルコールやタバコによって炎症、これもありますよ。タバコによって、酒もタバコもやらなくわかんない。あー、そうですよね。どうしてジャガーさんは左性なんだろうな。それはこれじゃカレーかな、カレー。めっちゃ悪い。年かな、年で萎縮したのかな、正解が。カレーないっす。年取ってるって意味ですよ、これ。うるせえな。あの、やってもないっすか、じゃあ。さあ、あります。大半はですね、実は、高校では言ってきましたけど、これなんです。上気道炎、風邪なんですよ。よくほら、風邪ひいて、なんか声が枯れてるって人、いらっしゃいますよ。多いね。結構いらっしゃいます。いや、結構います。今日も外来に来られました。あ、マジで。結構ね、体の調子がいいんだけど、声だけかすれちゃう。これはね、声帯に炎症が及んでるんです。意外に時間かかりますね。1週間ぐらい治らないという人も結構ざらにいます。
大事なのはさっき言った緊急性悪性疾患を見逃さないと。これだったら困るわけですよ。これで左遷をきたしているとこれ命に関わったりしますので、これではないっていうことが分かれば、まあゆっくりね診断していってもまあいいわけです。ただしなかなか治らないね。例えば声帯ポリープとか声帯結節、こういうものでこれポリープ取ったとしてもなんか治らない感じが、まあイメージがありますね。それ以上は進まないかもしれないけど、元通りの美しい声にはね、ジャガーさんはどうかな、なんかくだらないと思ってるもしかしてですからね、皆さんね、単に声が枯れたからといって、あ、風邪ひいたわね、まあ、これも正しいんですよ。大半は上気道炎が正しいんだけど、中にはこういうものが隠れているということなんですよ。で先生、私はこれどういうんですか。はい、もう今さら、いやいや、もうあの治りませんよ、それは、ね、と思うけど、もっとひどくなる可能性もあります。それはそう、まあ、プロレスも大声出すしね、まあ、いや、だからそれ知らないからね、見てるからね残念です、私と同じぐらいの年の人知ってます。まあ、シングのね、コマーやってましたからね。だってあなた知ってるじゃん。さあ、今日はですね、声がかすれることを左声と言います。ね、どうしてなるかというと、声帯の障害か、声帯を動かす神経の障害によるものです。うん、まあ、大半は、風邪をひいてなるんですけども、怖い病気が隠れている場合もありますということを勉強しました。大志くんどうですか、今日は。眠かった。思ったのが、はいはい。声のかすれたの、うん、あの、基準の教えでしょ。それは自分でしょ。自分が普段と違うのはかすれたなと思ったら、いや、ちゃうね、だから俺こういうの喋ってんから、はい、わよーっと、これかすれたって言うんですよ。言うんですよ。え、マジで。それ写生ですよ。誰でもわかるわ、そんなの。じゃあこう景色を見ながらこう絵を描く写生ですね、それね。はい、ジャガーさん、今日はどうでした。これはさあ、ジャガーさんどうですか。あのですね、やはり私は声が枯れてるので、はい、とてもこう興味深い、そうですね、内容でした。興味深い。ただ遅いよね、風で、まあ、今始まったやめは、あの風で、はい、かすれることはないの、今までも、はい、で今なんかかすれても分かんないし、はい、でも裏声が出た頃も、はい、風でなった時はないの、火星に、ああ、火星にね、火星に何回間違えるの、火星に、はいはい、なんで私の場合はやっぱりあの病院行った方がいいかな。あの、もういいですもういい、今更いいですもん、ね、あのポリップあるかもしれない、いやいや、もしかしたら悪性腫瘍かもしれないからね。そうだよ、それ見てもらったらいいよね。ね、よくそういうことを客観的に言えるね。あんなジャガークリニックで、いやいやいや、親身に見て、ジャガークリニックでは大変親身に親切に診察させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。これはね、耳鼻科に行くんですよ、皆さん。内科ではありませんからね、耳鼻科に行くとこれやってます。喉頭ファイバーといって、まあ、胃カメラの短いやつのようなイメージですかね。これをね、喉を見ていただければはっきりわかりますということでした。さあ、次回のメディカルクラスまでごきげんよう。バイバイ、終了。